それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日もなんか蒸し暑い一日となったんですが、子どもたちと運動会の練習の方すごい頑張っていきました。今日は年少さんと年中さんと年長さんで、みんなで児童公園の方に行って開会式の練習の方を行っていきました。開会式の練習初めてだったんですけども、先生のお話をよく聞いて自分の立つ場所だったりとか、さっと移動する場所だったりとかを確認しながら覚えながらこう練習をしていったんですが、もう竹組さんも一生懸命退場の練習の時にはさっと動いてかっこよく退場したり、あの会の方も練習もしっかり行うことができました。その後年長さんは鼓笛隊の練習の方も行っていたんですが、今日はエアー鼓笛隊ということで楽器の方は持たずに、あの児童公園の方に行って練習の方を進めていきました。立ち位置 の、 練習あの場所の確認だったりとか、入場とか退場の練習もしていたんですが、一つ一つこう立ち位置の場所だったり、あとはこう退場する場所だったりとかも覚えて、あのしっかりと、前回もちょこっと立ち位置の練習の方はしていたんですけど、それを覚えてる子も何人かいてすごい嬉しい気持ちになりました。また昨日のハッピーポイントで舘野先生があのリレーの練習をしましたっていうことだったんですが、今日もあのお天気が良かったのでリレーの練習をしていきました。あの昨日よりもすごくリレーっぽくなってきてあのすごい上手になってきていて、なんかやっぱり年少さんとかだと、あれ誰にバトンを渡すのかなとか、どこに行ったらいいんだろうって言って止まってる子も何人かいたんですけど、今日はやっぱりこう一回やった分すごい上手になってきたので、どん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 練習していくうちにあのどんどん上達していく姿が、今日と昨日とのなんか一日ですごい成長を感じられたので、とても嬉しい気持ちになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。